あ、スケイリーピートがハンターをけしかけたって。空中突進を使うことでボートデッキなどの高い場所に行くことができます。水中から飛び出してボートに乗っている人間を噛み落としましょう。対空中にシフトを押すことで再びブーストすることができます。武装した人間がレーザーライトであなたを追跡します。標準が合わされたらロックオンされる前に回避で狙いを外し射撃を避けましょう。 Q と E を押すことで回避できます。脅威に注目を使用すれば武器に入れ敵に終点を合わせることができます。水面にいる状態で F を押せば敵のボートを優先して焦点が当てられます。 F これか。How you doing there, Shark?立ちごっこだ、こんなの。違う、さっきから。死んじゃう。ジャンプしながら。しながら移動して。で、当たったの今の。ちょっとへこくない。そう、まだ分かってないんだって、こっちは。何と
こした。もう闇口にさっきから押してる。いや、殺したから。なんか HP 自動でもしかして。ちっとじゃん僕。W と ASD の場所ブラインドタッチできないんだって。さっきからねもうむちゃくちゃに感覚出してる。あった。このゲームすげえ作り込みすげえな。なんでここもっと人気出ないの？不思議だよ。YouTube のゲーム実況上位に行ってもいいと思う的なと思うんだけど。次終わりだ。あのサメは俺が捕まえてやる。こいつの歯を見てみろ。こいつはすげえ。マントルピースになるぜ。マントルピースって何？飯の匂いができてたぜ、野郎ども。ああ、撃たれた。え、僕死ぬの？スケイリーピートに捕まっちゃったよ。おい、バトルさせろよ。俺はまだ負けてねえ。ケイジャンクイーンの戦場でスケイリーピーター釣り上げた魚をチェックします。ああ、これは親父のアイアンだ。だが探しているサメはこいつじゃない。Yeah. 僕死ぬの？This ain't the shark. Not the one I was looking for. How do you know? How I know? なんでかって。大きさが足りない。これは目が見えるか。あ、死んだ。あ、僕が死んだ。人間出てくるぞ。そんなとこじゃないか。大ずれだ。あ、僕子供いたの。いやー、ママの調子はどうだい。あ、さっきまでの母に対して子供である真の主人公はベビーシャーク。シャメー。おめえ名前あったの？あれ、オートメールになってない？おっちゃん、おっさんの映像ずっと流れてんだよ。ワンイーター。
いやー、なんか海外のドラマっぽい。で、そして、これが多分真の主人公かな。いやー、母の敵を取るんですね。A famous big game 人hunter 間の味を知った動物 once は、posited この that 最 after も危険な an 獲 animal 物 had に執 tasted 着、命 human がけで追い求 it めるため forsakes に、its 本来 natural の獲物には prey 目もくれ in なく a なるだろ deadly single-minded う。ガラスを search 聞きまし for た。the most dangerous game。人の味を知ったら、人の味以外興味がなくなるってことですね。入り海溝から洞窟まで。ボーテックバイユーの洞窟を訪れる。どっから行けばいいんだろう。陸には上がれないしな。母ザメよりも入れる時間少なかったりするんじゃない？とりあえずサメじゃない、カメを狙おう。待て、Turtles face many カメは threats, 生息地 including の破壊、habitat 捕獲、destruction, カメのレースのための harvesting 違法なドーピングなどの多くの脅威に直面しています。なんか緑亀とかが一時期なんかブームになったとかで大量に飼われたけど、川にめっちゃ放たれちゃってみたいなのはよく聞きますね。よく聞くっつうか、お父さんの時代とかはそういうのをよく飼ってたらしくって。とりあえずいっぱい食べよう。いっぱい食べる君が好き。道中にいっぱい食べていこう。僕が外来ではないのかな。外来か。多分あのさんどっからか持ってきたと思うしね。僕は指定外来なんちゃら。知らんけど。It takes a shark to catch a catfish, or just a reckless small town yokel out on a noodling weekend. もしくはナマズを手で捕まえるのは、サメがいるんだ。もしくはナマズを手で捕まえるのは、田舎者でも大丈夫です。そうなの？田、そうなの？ナマズを捕まえるのってサメがいるんだ。いや、新たな。いや、もうこのゲームはね、海のことについてたくさん知れるいいゲームですね。お？野生動物の戦闘？野生動物は危険な場合があります。回避で彼らの攻撃を避けましょう。野生動物が光ってるのが見えたら、それは彼らが弱っているということを意味しています。彼らが弱っている間に攻撃をして、野生動物を気絶させましょう。戦闘あんの？まあ、人間とも戦闘するしな。もしあなたが闘争的な野生動物と同じサイズ、もしくはそれより大きいのであれば、奴らは弱い存在であるため、支配権を保つたびに奴らを振り回してしまいましょう。オブジェクトを口に入れたまま、左クリックを長押しし、脅威に注目を使用すれば、付近にいる敵に終点を当てることができます。水中にいる状態で F を押せば、敵の野生動物やダイバーに優先して終点を当てられます。いた、一匹。お前か。潜らせて。俺の勝ち。なるほど、赤いやつは好戦的なのかな。まだまだ僕ね、焦るとなんか落ち着いて考えることができなくなっちゃうから大変ですね。なんか、まあ、だいぶ、まあ後でカットすればいいか、録画時間についてはなんだろう。あれ、何あれ、何あれ、
しよう。このアガルで敵の位置か何かが分かるようになるのか。あれ何なんだろう。取りに行きたいけどこの体で取りに行けないかもしれない。まあいいや、とにかく次の場所目指そう。え、何これ、何これ。水中について学べるいいゲームですね。わあ、綺麗。あ、上級砂。独自で心を落ち着かせることによって、サメは自信を持って敵に挑むことができます。I を押すことで進化パネルは開かれます。お、コードソナー。コードソナーどこに？タイガーボディ。あ、なんか、殺した敵のあれとかでアップグレードができるようになるんだ。どこに？ソナーはどこ？新、お？え？内臓？あった、上級ソナー。栄養は野生動物や人間の捕食、ボートの破壊やクエストのクリアによって手に入れるリソースです。栄養であなたのレベルを上げ、進化をアップグレードすることができます。進化とは、骨の鎧や毒腺、あるいは生体電気機関といった素晴らしい力を与えてくれる突然変異のことです。悪名ランクを得得したり、悪名マラン、違う、ランドマーククエストを完了したり、頂点捕食者を倒すことで進化を得得する、獲得することができます。進化を装備するには洞窟に戻り愛を押しましょう。栄養を使って進化アップグレードすることもできます。洞窟じゃないといろいろできないんだね。悪名ランク、ランドマーククエスト。うん。僕まだ栄養が足りないっぽいね、全然。これ、装備できたのかな？キュソナは1個だけ。にしてもこの体何？この進化を選択することでヒレのついたゴミ箱と呼ばれるイタチザメのようにほとんど何でも消化できるようになります。お、いいじゃん。で、はい、お世話戻るかな。Exhibiting behavior more common to whales and dolphins, this shark is able to use biosonar to locate potential prey. ゴミが至るところにあるけど、だんだんこのゲームも操作慣れてきたんじゃなかろうか。まあバトルになった時にはあれだけど、ログを表示して、なんだろう、見えない、ライトで見えない、L を押して、あ、いいや。この付近には何もいねえ。エンターを押して、エンターじゃない、何を押せばいいの。あ、いいや。どこに行けばいいんだろう、次は。クエストログはどこで見ればいいの？タブ？ログ？ナマズフィーバー？お、なんかストーリーとかいろいろあるじゃない？あ、ここでいろいろ集めてどんどん強化していくんですね。ここってどこ？え？お、なんか
ナマズフィーバー、メスのナマズは1万個の卵を産み、オスは季節ごとに9個まで受精させることができます。卵の数に対して受精させること少なくない？そのような理由があってナマズは大量発生します。へえ。ナマズを10匹倒す、いいね。The overhunting of Fautik's keystone predators has led to a superabundance of catfish, which is just fine by local bully Rosie the Alligator. これもしロージーっていうやつが発生するのかな。一旦ナマズフィーバー行ってみようか。き、ん？クエストとかでナマズフィーバー、ナマズフィーバー、ナマズフィーバー、これクエスト追跡っていい？よし、これで、あのピカピカ行くっていうの全部ナマズ？行ってみよう。これロージーっていうワニが発生するフラグになったりしない？今の僕とりあえずいっぱい食べなきゃいけない育ち盛りなんで、ね、あ、ロージーいる、ロージーいる、ロージーいる、ロージーがいる、ロージーいるって。え、待って、え、ゲーム落ちた。嘘でしょ、アンリアル、え、え重すぎて落ちたんだけど。ここまでにしよっか。実況が猫だにある。え、どうしよう。セーブデータ消えてたりするかな。どうしよう。英語だから何も見えない。あー、PC がクソ熱い。あー。ご視聴ありがとうございました。